はい、どうもタイガです。今回、ソロリーグ、ガチソロリーグなんですが、なんと撮影ができていませんでしたのですいません、リプレイで起こさせていただきます。でですね、なんとですね、今回はあの超有名プレイヤーとの3連戦もあるんで、よかったらね、最後までご視聴してください。よかったらね、皆さんぜひチャンネル登録お願いします。ではやっていきましょう。はい、ではやっていきます。今回ですね、リアルタイムで実況してたんですが、まあ、撮影できてなかったというわけなので、リプレイから起こすんですが、後付けなので、まあ、せっかくなのでね、反省点も含めて、解説実況、まあ、振り返りね、やっていきましょうか。はい、お相手ミノガールですね。で、今回僕やってるのはバルキリーミノガール。まあ、今流行ってるね、ミノガール固定を。今まで前回まではね、トレント固定をやっていて、バルキリートレントでマックス1732まで行ったんですが、まあ、ミノガールが今環境的に強い、あと多すぎるので、ちょっとね、ミノガールに変えてみました。はい。でですね、お相手ミノガール。まあ、裏が何かわかりませんが、大体ね、ミノガールの表の方ってヒュドラが多いですね、裏が。さあ、トレデをどうしても欲しいので、削りに行きます、リザで。なんとか、剣士で運よく取れてしまい、第3が取れて、ここまではいいですね。こっからがね、結構いい感じに立ち回れたんですよ。で、そこをね、見ていただきたいんですが、はい、鬼んこ行きます。鬼んこでね、この剣士を無駄にしないで攻めていきます。で、まあ、ナメコが出てきますと。まあ、それはそうですね。バルキリーがいるんで。ただですね、実はナメコって鬼んこに、で、結構有効なんですよ。パーンって壊すと、周囲のやつを全部剣士が吸ってくれる。で、鬼んこ出して、豆拾わせて、で、倒すじゃないですか。周りのやつを壊しながら、パーンって。で、ここを、またバルキリーを出し、敵をね、一掃するんですよ。で、一掃すると、絶対にナメコ、そう、ナメコ出てくるんですよね。ここも拾って、チビホは死にそうだったんで、ここで2枚抜きして、あ、チビホじゃねえか、銃剣士か。で、行きます。で、ここでバルキリー切って、チビホは倒します。で、やっぱナメコ出てきますよね。そしたら拾わせる。拾わして、壊すと、パン、まとめて破壊してくれる。壊すと、パン、まとめて破壊してくれる。さあ、ここ最後に栽培されてしまってね、これは少し痛かったんですが、でもね、ナメコ2本切らして、バルキリー1本目勝つ、まだ体力4割残ってるんで、全然十分ですね。これでナメコもう1本切ってこないとバルキリーが落ちないんで、もう1本ナメコ切ってきたらね、もう1個のバルキリーが行きますね。まあ、ミノガールにやられてしまうんで、そこだけ注意なんですが、時間も1分半、そろそろ攻めたいところ。ただね、無理やり攻めてね、カウンター食らいたくないんで、しっかりコストもキャラも温存してますね。さあ、最後のナメコ出てきますと、そしたらここでね、またオニンココンボして、ナメコを潰していきたい。ただ、ここはね、ナメコの栽培が先に入ってしまい、光の槍が優勝でしたね。さあ、ここから攻めていきます。シャークね、1本使わしたんで、ここで、上の1本を一度放置して、最後のシャークですね。さあ、剣士飛ばしながら、トレデを狙いに行く。さあ、取っていく。これラッキーですね。で、ラッキーなんですが、ここしっかりね、上のラインもめんどくさいんで、ゾネスでしっかり抑えて。さあ、リザで出しながら、ここはもう天狗。リザで出したら天狗。天狗の使い道がないですね。これ出してあげれば、多分大体相手が大型来ます。で、これで大型来たんで、この大型。さあ、引っ張れるか、まあ、引っ張れると射程届いていない。そしたらね、裏でね、ミノガールを切ってあげて、ミノガールでね、相手のね、回転を強すると思います。はい。で、ここで回転を強します。で、天眼で殴り合ってくれるんで、これね、もうちょっとだけね、ヒット数が減るかなと思うんですが、さあ、このサイクロンもね、ブーメランでゴリゴリゴリと削って、遊ばれてますね、天狗が。風使いなのに風に遊ばれてますね。さあ、ここは倒していきたいところ。でね、もうこの状態だとね、まあ、多分点差にしかならないかなと思ったんですが、まあ、ここバルキリ切ってワンパン入ります。で、これいざ行ったらね、多分ね、ヒドラがね、下来るかなと思ったんですよ。来ましたね。じゃあもうあと上、全部ね、下はスルーで、上を攻めていきたい。さあ、ゾネス2本と、リザドと行って、上全力で。で、下もね、抜けれるところは剣士抜けてもらって、干渉を狙いに行く。ヒドラをスルーっすね。首もいっぱい飛んできてますが、これはもう頑張ってスルーして、なんとか残り0秒で、1秒で、干渉。いい感じですね。はい、では次やっていきましょう。はい、やってきました。超有名プレイヤー。てかもう公式プレイヤーっすよね。サネシゲさんと当たりました。しかも、こっから3連戦、当たります。まあ、3連戦、わかりました、意味が。当たり直したわけじゃないんですよ。再戦、再戦ですね。勝ち、負け、勝ちみたいな感じの、勝ち、負け、勝ち、ドローとかもあったんですけど、そう、そんな感じのね、流れがありました。めちゃめちゃ熱いんで、よかったらご視聴ください。さあ、バイク、いいですね。このバイクね、下に2台行くんでね、より取り出が取りやすくなりました。取れたらラッキーですけど。さあ、バーサーカー。で、この剣士ずれてますね。やってますね。さあ、取れたらラッキーですね。取れたらパンダ。で、取れない時のためにね、保険でここに銃剣士も置いてます。銃剣士ね、この後ね、前行くんでね、ゆっくり。ゆっくり前行くから使えるんで、迎撃になっているんでね。ここが重剣士の強いところ。さあ、上のキャラもね、しっかり押さえて。いい感じですね。バルキリー、死の前。
とマイマイ、バルキリーはもう裏で使ってるんで守りで使ってますね。あとはマイマイをね、持っているのでマイマイで、バルキリーを落とそうとしているのか、まあ、マイマイ一本だったらやり方次第では落とされづらくはありますが、今回持ってるキャラがねオークとかはいないんでちょっとマイマイ苦手ですね。したら後ろからバイク切ったんでね、ここで重剣士置いて、それで一気に圧かけます。それでもねミニまで、はい、ゼロまで削りました。あとはワンパン。さあここで見逃る出てくる、タイミングも完璧ですね。見逃るの出てきますが、これはねもちろんねこっちもね見逃る切るんで、で早めにねミドガールを処理して、こっちの型をね2本残す作戦ですね。今回は上の砦も欲しいんで、ここはねミドガールのねちょっとね強いムーブをします。さあミドガから近距離入れて、まあまあ来たんで、ここでブルドラを切っていく、タゲをずらしながらゴムバイを上に切る。さあコストが間に合わずか、取れていく。さあミドガねタイマン勝てないですけどね、まあまあなされたら負けるんですが、ここはねブルドラをねすかさず出し、ただね、お相手これで分かったことが、大型がいないんですよ。もう一本。バルキリー、パンダ、マーマン、マイマイ、バーサーカー。で、ミノガール、剣士。なので、ここはね、まあバーサーカー来ましたと。そしたら、こうバルキリー前線切ってあげて、相手のバルキリーを落としに行き、取られてしまいますが、問題ないですね。もうこの位置にバルキリーがいるんで、相当めんどくさいと思う。あとはね、砦を取りに行って、無理やり。守られるとは思いますが、マイマイしか壁がいないということで、無理やりキャラを置き、無理やり取りに行く。ちょっとバイキンがめんどくさいですね。ただまあ取りに行けるでしょう。取れ。さあ、ナイス。ということでね、このまま干渉の流れといった具合で、まあ、バルキリー1本しか使ってないですけど、まあまあいいでしょう。まあ、大型ね、事故ってましたね、お相手が。多分、対空を引きに行って、無理やり引きに行って、引いたけど、大型が引けなかったってパターンだと思うんですよね。まあ、これがやっぱバルキリーとか、ワイバーンとか、あのライダーとかね、フクロウとかね、リーダーで使ってる時の強みっすよね。さあ、次やっていきましょう。さあ、次、サネシグさん、再戦ですね。そう、いつも、ここは、再戦し合ってます。もうお互いやっぱ強み持ってるから、再戦すると美味しいですよ。本当に。リーダーに関してはね、僕が圧倒的有利なんで、再戦をね、拒否るあれがないですね。いや、これでサネシゲさんがね、例えば干渉10とかあったらね、ごめん、行きたくないって思うんだけど、そっち、しっかり20以上もらってるし、十分持ってるんで。さて、札的にもね、まあ、ちょっとカンガルーが心配なところはありますが、悪くない。ただこれね、不運なことに、このバーサーカーが天才すぎるんだよね。剣士子3体いるのに取られるんだよね。これはもうきついってなって。で、まあ、カンガルー白前を置いて、もちろんバルキリーも白前を置いて、ただね、このねバーサーカーが天才すぎるんだよ本当に。マジで相手の、まあ、バーサーク11がさ、やっぱ12秒って強いね。まあ、ミノガール切るんだけど、ここまではいいでしょ。このあと、まあ、一応バットね保険で切ってデスが来ると。ただこれ取れていく。まさかこれは逆転じゃないかと。一気にね、2干渉でね、30後半持っていけるんじゃないかって思ったんですよね。流れも悪くないですね。リリスも頑張ってて。で、ミノガールもね、今まだ頑張ってて。まあ、デスのスキルは痛いですけど、倒しきって。全然悪くない。さあ、では、ただね、なんかここで潰されてしまうと。まあでもここ悪くないですよ、全然。で、ここで考える切ったのがね、一番良くなかった。さあ、ゾネス2枚出しされ、金髪ゾネスで潰され、3枚出しか？で、まさか重ねられ、ここもね、カンガールーじゃなくてね、バルキリー行ってればね、簡単に抑えられたんですけど、ここでね、欲張ってカンガールーを行ってしまったことによって、コスト負けをしてしまい、さらにバーサーカーがまた間をね、天才的にくぐり抜け、止めさせてくれず、ワンパンを入れられてしまうと。こういうところ、こういうところがね、バーサーカーの強いところだよね、マジね。バーサーカーの強ムーブ。しかし、バルキリーが強い。さあ、ゾネスがね、カンガールーも潰しに来て、痛いですね。うわ、第一撃でやば火力。衝撃波で4割だよ。マジでやばいでしょ。まあ、ただね、バルキリーがね、強すぎるんで、ここはバルキリーがしっかり、後ろは抑えてくれます。負けはないと思うので、バットとかね、オークをね、ひたすら流し続けるんですが、多分時間がね、1分じゃ足りないんですよ。まあ、相手がね、マイマイを持ってるのもあるんですけど、まあ、剣士で止まるキャラなんですよね。こっちがバットもそうですけど。それがちょっとね、まあ、オークに関しては火力がないんで、
ここでね、またね、違うアシカラがいたら、パンダ相手持ってますけど、それでもね、やっぱアシカラがいたら話変わったんでしょうけど、いないので。まあ、時間が足りずですね。早送りしましょうか。時間が足りず、最後まで綺麗に守られてしまい、点差負けの中入った。点差負けしてしまい、って感じですね。いやー、あれは僕のね、このカンガルーの判断ミスですね。出す。まあ、余裕が、ね、まあ、全然ね、コースト10あるからいいでしょうと思ったんだけど、冷静に考えれば、相手がコースト全然使ってないんで、それは溜めてますよね、と。余裕があって、で、カンガルー来て、あ、これチャンスじゃんって言って、サナシゲさんに攻められてるんで、カンガルー来た僕が悪いですね。あれはもう先にバルキリーを置いて、オークでしっかりやってれば、また話変わったかもしれない。はい、まあ、次行きましょうか。はい、そしてラストですね。ラストの試合、ラストじゃねえわ。三重茂さんとの3戦目ですね。僕が再戦開始しました。で、ヌボボね引いてるんで、取り手をね取れたらいいかなと思って、まあ 2-3 にねヌボボ切ります。まあ取れたらラッキーぐらい。バサカがどう動くかっすね。どう動いたかあんま覚えてないですけど、まあ1対3に来て、2体目が2に来て取られたらやだなって感じなんですけど、2体目はねヌボボを抑えに来て天才ですね。まあこれで 2-2 と。バサカとの対マンでヌボボ勝てないんで、有金庫をね添えてあげて守らせます。で、ウォークでね壁作ってあげて、さあいい感じ。ただね、相手のねカンガルーがちょっと重いんですよね。カンガルーをどう止めるかって感じなんですけど、まあまず1本目のバルキリー行こう。多分バルキリーをね止めるためにカンガルーをね下に切ってくるんじゃないかなって予想してるんですが、どうでしょうか。まあこっちもねミノガール固定してるの多分向こう分かってるんで、あ、先にミノガール来ましたね。さあこのミノガールのねブメのダメージが痛い。これをねうまいことね1回目は剣士で避けさせて、ただ避けさせたかったんですけど、ミノガールが上行ってしまったんですよね。上行ってしまったせいで避けられないと。これはもうしょうがないですね。上行っちゃうと避けられないんで、あ、これで1回避けましたね。さあこれで少しだけ光のエリアやってくれる、少しでもダメージ入れてくれたら嬉しいところだが、一発落とし OK、 しかも避けていく。このねミノガールをねバックから出してあげるとね光のエリア避けるんですよね。ただこの近距離でやられるとやっぱさすがに食らうんですけど、さあここはね多くにヌボを重ねてあげて、少しでも火力をブーストで回復もできるんでね、こっちのねミノガールもね、これはいい流れですね。なぜか裏 回りましたけど今ブーメランが。さあここは倒していく。でお相手のねもう一歩の方は何か分かりませんが、ここねしっかり攻めていきたい。さあここでねヒュドが出てきたんで、一歩引き目バサカのね重ね出しが食らわない位置からキメラを置きます。バサカね射程が短いんで、この位置からだったらね相手の、バサカの重ね出し食らわないんで、アシュラの重ねは届きますけど、まあでもねミノガールを生かしました。ミノガールをね早めに生かすことによって、この後のね展開がすごい楽になります。ミノガールがないとね結局ドローンされるんですよ。でこれをねミノガールがね生きてることによって、ミノガールが進行していくんで、どんどん前に。このミノガールが生きている限りはかなり安いですよ。オーク4本、ヌボボ2本、コストはダダ余りしますね。このコストをねどううまく使うか。さあちょっとオークをね使ってね下に行かせたかったんですが、下のオークがちょっと進行が遅くて上行っちゃいましたね。まあ、これはしょうがない。相手のカンガールを落とせないのがねちょっとね気になりますが、でねミノガールの前にキャラを置かないとバサカの重ねとかね、アシュラ重ねとかやってくるんですが、ちょっと間に合わず、でねとっさに押そうと思ったら間違えて雪金庫置いてしまうっていうね。まあでもここでねアシュラの重ね出しをいっぱいしてくれて3本かな来てるんで、あとゴブリンでしたね。もう多くヌボボ出せるだけバーって1回出して、まあいけたらラッキーぐらい。相手もねラストチャンスで勝ちに行こうとしてねキャラ流してるんで、さあ多く出して剣士を置いてこうしっかり止めて、ただ上もね抑えられてますね。相手はねもうキャラいないんでしょうけど、コストが余ってるんでね上突破どうかなって感じ。残り15秒、バサカは倒した。ただねヌボボがここ引っかかるんですよね。こういうとこほんとよくない。索敵しちゃってるんですよね、前の上の方のヌボボ、剣士に対して。それでねうろちょろうろちょろしてって感じで、コストは余ってるんで、それではね奪えるんですが、時間が足りずうまく守られてしまいましたね。はい、というわけで、3戦目はドローと。まあ結果的には1勝1敗1分け。強ピはねちょっとこっちがマイナス4ですけど、まあ全然そんぐらいだったらねありがたいですよね、再戦合戦して。はい、次行きましょう。はい、この今上げるリプレイの前に、1個前にねドローがあったんですけど、まあドローはちょっとなんかゆったりしたんであれかなと思ってカットしますね。今回の負けはサネシゲさんのとこの1回だけかな。1000
さあやっていきましょう。お相手サイクロガールですね、まあ、サイクロガールレドラかサイクロガールミノガールを予想してます。なので、どっちでもねいけるね、ヌボボじゃない、ヌボボじゃねえわ、ヴィーナスと、魔導騎兵を持ってきてます。あとチビドラもね有効なんでね。はい、でヌボボねいるんですが、相手がもしね足いて下にね、キャラ出してきたら、ね、取れないので、先にこっちに下3体重ねて、で見えたんで、上にヌボボと剣士合わせて取れたらラッキーぐらい取れました。したらねヌボボで上を押さえながら下が魔導騎兵で押さえます。これね中途半端に押さえるとね、あの上下の押され方がひどすぎて押さえきれないんで、しっかりと火力で押さえて早めに処理で、相手ミノガール来てますね。で早めに処理できたんで、最初のコースと最初のキャラ数で抑えられました。魔導騎兵をね使うのはね少しもったいなく感じますが、ここで使わないと取り取られてましたね。ミノガールを使わざるを得なかったし、ミノガール使っても抑えられないんで、かなりきつかった。そしたらここからすごいですよ。チビドラ無双なんで、チビドラが開演していく、チビドラが開演していく、チビドラとミノガールのコンボでさらにヴィーナスを置いて、相手のミノガールは止まり、上ね取られてしまいますが、ここで全然問題ないですね。さあしっかり倒していく。相手がね上にねキャラで割いた分ね、ミノガールがブーメラングリ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 ってやってくれるんですよね。で光の槍いるんで、ワルキリーリーダーで、ワルキリーと魔導も1分ずつ余ってるんでね、何やられても絶対後ろ抑えられますね。さあ魔導をしっかり後ろ置いて、ワルキリーを前線に置いて、魔導にたどり着く前にだいぶ削る、あの魔導がねダメージなるべく受けないようにしてあげる、受けないようにしないとスケもいるんでね、これで落とされて負ける場合があるんで、よいしょ。さあいいですね、スケの復活だけねちょっと痛いんでね、ちょくちょく剣士で止めてあげなきゃいけないんですけど、よいしょ。それでもねスケの削りはマジでえぐいですが、砦をね取っておきたいですね。バルキーと魔導のねこの圧はね抜けないですね。こっちも剣士取るだけでいいんで、大助には。さあいい感じ、しっかり押さえて全部砦を取って完勝。はい、では次行きましょう。はい、ラストの試合ですね。ラストやっていきましょうか。ラストはお知り合いの方ですね。かなり強いランカー常連ですね。はい、やっていきましょう。お相手ウサギリーダー。今の環境でウサギってすごいですよね。魔導も流行ってるわ、ミノガール、なんかウサギが刺さるビジョンが見えないんですけど、ウサギでランカー入ってるんですよね。さあ足がいないんでね、ここは第1はしっかり取って、第2をね取れたらラッキーぐらい取りたいですけどね。第2取れればかなり熱い。さあやっていきましょう。小玉出し、砦を奪いに行き、大砲打ってきますが、大砲の感覚がね早いんで、ここは剣士で取れますね。さあいい感じ、下のラインもマタンゴでしっかり抑え、 OK。 さあブラドラここ来るんで、ここはもうねスルーします。砦譲ります。ここでやり合ったら負けます。それこそね序盤にコスト使いすぎて、あのウサギのねダメージレースに持ってかれて落とされるんで、ここはしっかりと丁寧に確実に勝ちに行きます。ペンギンがちょっと嫌ですね。さあここはしっかりとね小玉で間を押さえてあげて、奪ったらラッキーぐらいで、ミノガール置いて後ろの剣士だけしっかり見てね。さあ奪っていく、ここもしっかり奪っていく。でここでね、こっから結構うまいムーブをします。一回マタンゴ置いてミノガール上にします。上にしないとね、あのブーメランが索敵しなくなっちゃうんで、一回こうして、でペンギンの押さえ、奪ったペンギンなんで安いですね、倒して。さあいい感じですね。あとは砦奪いに行く。多分大型来ると思うんで、来たらキュドラとバルキリー、キャラによります、キャラによりますが、行きます。キュドラ切ってバルキリーを置いて、でキュドラもね、あのペンギンの重ねをもしやられた場合に、間にねマタンゴやね小玉とかでね壁を作れる位置、最前線に来ちゃうと壁作れないんで、範囲的に最前線ではなくですね、そうしてあげることによってヒュドラが、よりね活躍する。そして後ろねバルキリーが索敵してからパンダを置く、確実ですね。パンダ1本だとね負ける場合があるんで、確定で確実に殺しに行く。あとは砦を奪いに行く。奪われたくないキャラがいると思うんで、小玉を置いてあげて、と小玉の砦を削る。チビブルね裏に使ってくれてるんでね、これでいいですね。取れたらラッキーぐらいですか。さあウサギね結構ね奪ってくれたりするんでね、ウサギをね奪ってほしいところではありますね。ウサギを奪ってくれる。さあ1分もあるんでね、完勝でしょう。さあウサギでね砦を、相手のアルティメットウサギをね奪うっていうね、リーダーのキャラをね奪っちゃいけないとかね、あってもいいと思うんですけどね、やられた方たまったもんじゃないですよね。さあヌボボも奪っていく。したらねウサギと行ってほしくないんで、マタンゴで、チビブルをタゲ取って、バルキリーとヌボボ最前線に切っていって、さあ上のねウサギだけね注意なんですね。これでパンダを、置いてあげてって感じかな。さああのバルキリーがね、ウサギの方に行かないようにね、ヌボボで押さえてますね。
ただこっちパンダもまだ残ってるんで、パンダでウサギを潰して時間的にも完勝といった具合で、はい、これでね、今回の、ソロリーグ、まあ1回ドローありましたけど、それ以外はね、全部出してます。まあざっと受け取った強 P とか、あ、これですね、ミノガール、これカットしました。サナシゲさんのとこですね。でこの下の鑑賞はですね、あのその前の動画なんで、はいはい、今回もご視聴ありがとうございました。それでですね、今今回強 P が上がりまして、ランカーインしました。よいしょ。でキャラ強 P もですね、また少し戻ってきて1133、またね1185最高なんで1200ね目指していきたいと思います。まあ、バルキリーがもしかしたら肌に合ってるかもしれないな。まあ、もう一度ね頑張ってね1700いけたらいいかなと思います。まあ、1700いってもね全然安全のボーダーじゃなくて、今ねあの1700以上で隠れてるあの人数がね12以上いるんですよ、強 P ランカーに。マジでやばくて、あの予選を通るには多分ボーダーが1750を超えるんですよね。それを頑張って目指していきたいと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。またよかったら皆さんぜひご視聴ください。よかったらね、チャンネル登録の方もお願いいたします。では、お疲れ様です。